旦那不在&留め襲来中に届け物をしに来てくれたいとこちゃん。上がってもらってお茶を入れたりしてる間、娘たちに。娘いちちゃん大人っぽくなったねー。すごいもうお姉さんだ。とか。娘にちゃんも大きくなってー。将来は美人姉妹だ。とか声をかけてくれてた。そこへチクッと嫌味を漏らしたとめ。旦那の前では絶対言わないけど。自分の姪っ子は同調してくれると思ったんだろうな。ところがいとこちゃん、4歳と2歳の娘たちにかけてたのと同じ口調で。あらら、とめおばさんはすっかり、お姑さんになっちゃいましたねー。すごいすごい立派ー。と返したもんだから。私ブホ。とめゼック。とめ、帰るまでほとんど喋らなかったよ。グッジョブ。これは素晴らしい。いとこちゃん頭の回転早いなー。トラップ張ってたわけじゃなかろうに。立派なお姑さん。いい時にも悪い時にも使える素敵な言葉だね。便利な言葉だよね。その言葉で悪気があるかないか見分けられるね。黙った時点で悪い方だという自覚はできてたんだな。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。